デイビッド風間のホープアベニュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。ホープアベニューのコーナーです。このコーナーでは希望あふれるバイブルからのゴスペルメッセージをお届けしてまいります。ご案内はパーソナリティのデイビッド風間です。それでは行きましょう。Hope Avenue。 はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。 Hope Avenue、 ご案内はパーソナリティのデイビッド風間です。3月も後半ということで、もう暖かいところもだいぶ出てきたのかなと思っておりますけれども、今日の皆様のお住まいのところはどんな感じでしょうか。まあ、この春にはですね、まあ、春祭りというのが行われるわけなんですけどもね、だいたい春と秋にお祭りというのがありますよね。春はやはりこの田植えですとか、まあいろんな新しいスタートという意味もありますし、気候がそもそもですね暖かくなってくるので、まあ、お祭りにもちょうどいいかなという感じじゃないかと思いますけれども、このゴスペルの基礎になっているバイブルには春の祭りが描かれています。それをですね、杉越の祭りというんですね。これは必ずですね、まあ今の太陽暦ですと3月か4月、まあこれは月の暦をベースにしていますので、まあ毎年少しずつずれるんですけどもね、この杉越の祭りというのが行われます。杉越の過ぎるというのは、あの漢字の過ぎるね、通り過ぎるの過ぎる、越すは野の山を越えるとか、そういう意味ですね。でこれはですね、この旧約聖書というところに根拠があるお祭りでですね、まああのエジプトにイスラエル人が奴隷になっていた時、まあ、そこからの解放運動というのが起きたんですね。それを率いたのがモーセです。しかしその時にエジプトはこの奴隷を失いたくないのでですね、まあ引き止めるというか出ていくことを許さなかったんですね。でその時神様が10の災害をエジプトに下すということが聖書に記されていたんです。で最後の災いというのがありまして、それがウイゴの死というものでした。まあウイゴというのはその家の中で初めて生まれた子供ですね。動物であっても一番最初に生まれた子供っていうのがいるわけですよね。お母さんから、でその子供がみんな死んでしまうというですね、恐ろしい災害が起きるんですけれども、その前に神様はこういう約束をしています。もしも一歳の子羊の血を、あなたの家の鴨居と門中に塗るならば、そのウイゴの死のもたらす死の霊はあなたの家を通り過ぎる、過ぎ越すというところから来てるんですね。ですから、それを聞いたユダヤ人イスラエル人たちはですね、それぞれ家族ごとに一歳の羊をほふってですね、鴨居と門中にその血を塗ったと書かれています。そうすると確かにウイゴの死は起きなかったと、まあ、これが春の祭りなんですけれども、それが後にですねこのイエス・キリスト・ジーザス・クライストの十字架につながっていくんです。なぜジーザス、イエスは十字架で血を流されたのか。実はその流された瞬間こそこの春の祭り、杉越の祭りの真っ只中であったと聖書は記録しているんですね。ですからイエス・キリストを信じる者にはこの死の霊が通り過ぎるというですね、まあ、とてつもない大きな約束が与えられているんです。肉体は必ず死にますけれどもね、しかし私たちにはイエスを信じる者に与えられる永遠の命があるよというのがですね、この杉越の祭りから学ぶことだったんですね。イエス・キリストは本当にほふられたような子羊になったとバイブルは記録しています。まあ、この春の時代、この復活の命、新しい命に思いを馳せていただけるなら幸いかなと思っています。これが今日のホップアベニューのメッセージでした。ご案内はパーソナリティのデイビッド・ガザマでした。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you. And remember, Jesus loves you. Bye bye.